皆さんこんにちは、ささみです。さて本日の一戦ということで、今回はフェスマッチをやっていきたいと思います。今日はフェス始まったんですね。しかも今回珍しく後撮りでございます。録画をした後に録音しているので、まあ、いつもと違う感じで喋るんですけど、今回はねバリアブルローラーホイールでいつも通りね、いつも通りやっていきたいと思います。やっております。今回はこのステージなんですね、ミステリーゾーン。フェスは私キノコの方でやってるんですけど、なんか本当はね10倍マッチ100倍マッチで動画を上げようと思ったんだけど、なんかその当たったんだけどね、2回ぐらい当たったんだけど、どっちもなんかうまく撮れてなくて、てか録画ボタン押せてなくて、まあそれでなんか残念だったなっていう、撮れてないので、まあ通常版になってる感じだと思うんですけど、ここをキル撮りたかったんですよね。あの X がいたところ撮れなかったんですけど、まあ引かせることができたかなっていう感じですね。で、右左右の隔離を取りたいなと思ったんですけど、ちょっと私が後衛なんで、あまりこう最前線行くのは良くないなと思って、今のところ後ろの方でミサイル撃っている。で、相手に味方の位置を見せて、いやキル取ってもらおうという感じで今立ち回っておりますね。相手、あ、X じゃない、洗濯機か。で、洗濯機さえ警戒できればまあいいかなという感じで立ち回ってます。で、右確実に取れそうだったんですけど、ちょっと塗りが甘かったので塗りに行きましたね。で、相手の来てないと、で相手の方は多分相手が取ってると思うので、まあ、そこは諦めて中央で頑張っていきたいなっていう感じで、今ここにを塗って、脱出してきましたね。ミサイル入っておくことで、まあ味方がね、いや相手がなんかすごいアーマーめちゃめちゃ一バレじゃないですけど、あんま使われるんで、とセンサーに気をつけて今立ち回ってますね。まあ、ローラーと時はローラーらしい立ち回りがしたいなと。ああ、これ取れなくて、うわーと思ったんだけど、登るの見えたんで、上やったら上、なんか取れましたね。取れました。で、ここは後ろへ塗ってあげたことで味方がやってくれたと。で、ここが、うまく引けずに、ゴムで死んでしまいます。ね、自陣の上にちょっと甘いなっていう感じだったんで、塗りながら行きたかったんですけど、あと1分なんで、前に行って、撮りたかったんですよね。エリアの中を。この丸の中を。ただ、なんか入れなくて、なんか押し出されちゃって、うっそーと思って、もうしょうがないから、味方が1人ね、入ってくれてるんで、中に。私はもう、ここでね、キルをね、取っていこうと思って。で、ここはね、意外と、しっかり塗れる場所なんで、塗りに行こうと思ったら、なんか本当綺麗に塗られてて、あ、やばい、これ逃げ出せないなと思って、バレちゃったなと思って、縦売りしてたら当たってキルが取れると。で、それを追いかけてきたやつもすごいキルを取っていくと思ってもう一人来るんですけど、それはね、なんかね、どうだったかな、あ、これミサイル吐かれて、あ、これはもう終わったんだ、足元なくなったなと思って、で、しかも私もインクがないと、で、ミサイルを吐いてる余裕もなくて、で、ここでデスをしてしまうんですけれども、ここでヘイドを稼げたことで、味方がね、エリア塗ってくれて、まあ、中央もちょっと取れてる感じですね。右に行くルートがね、ちょっとどうだったかっていうと、ちょっと微妙だったかもしれないんですけど、おかげさまで勝てたなって。フェスね、キノコなんで、同じチームの方頑張りましょうね。それではまた、明日のフェス動画でお会いいたしましょう。ささみでした。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。コメントもお待ちしております。Twitter やってますので、ぜひフォローしてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ささみでした。バイバイ。